はい、ゲームコレクターの崎館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは WRC10 FIA 世界ラリー選手権。WRC の10と9はややこしいんですよね。確か9が大泉アミュージオさんから出てて、10がサングーさんから出てるんですよね。で、昨年9が出て、9月かな、9が出て、次の翌月に10が出たんですよ。だからよくわからない、こう、だから契約上の問題と多分発売スケジュール的な問題がいろいろごっちゃになってて、で、それが、両方とも PS4 版あたり、PS4 と PS5 かな、そのあたりが昨年出てて、で、確か9のスイッチ版っていうのが多分今年になってから出てんのかな。なんかちょっとだから、9が出て、10が出て、9が出て、10が出てみたいな状態になってややこしいんだけど、今回は、一応スイッチ版の10がサングーさんから出てるという、まあそういうようなスケジュールになっています。はい。ということで、早速ね、サイトの方見てみましょう。はい。ということで、こちら。WRC10。ザ・オフィシャルゲームって書いてあるけど、これちょっとね、Amazon とかでタイトルを見ると、フィア世界ラリー選手権ってあるので、もしかしたら、その背表紙のところにはね、フィア世界ラリー選手権って書いてあるかもしれないけど、この公式サイトの方で見ると WRC10 ザ・オフィシャルゲームって書かれてますね、タイトルはね。で、だけどその下にちゃんとフィア、WRC10 フィア世界ラリー選手権って書いてあるから、まあ、どっちゃねんってなるんだけど、まあまあいいや。はい、ということで、早速ね、ムービーをちょっと見てみましょうか。ていうか、まあ、こうやって見ると、あ、でもやっぱ、この、ドライバーズビューで見ないとね、迫力が、でもこれもドライバーズビューじゃん。これ、こう、こうまあ、って感じで。まあ、外から見てると、こう、リアルだなーって感じは、まあ、しますよね。結構、砂埃とかそういうの見てると。プレイ、プレイしてる映像の視線じゃないから、これがリアルなのか、本当のラリーを映してるのかがわからない。というね、感じが僕はしてしまうわけが、これあれか、これ PS4、PS5 版じゃん。いや、ちょっと勘弁してよ。PS4、PS5 版か、スイッチ版じゃなかったね。はい、残念でした。はい、ということで。ということで、これスイッチ版のサイトじゃないのか。まあいいや。WRC50 年の歴史と11年ぶりのラリージャパンラリーの魅力を、すべて詰め込んだ50周年記念タイトル、ということですね。世界ラリー選手権50周年記念タイトルとなる本作は、これまでの各モードに加えて WRC の歴史を飾る伝統的なマシンやレースを体験する50周年記念モードや、助手席からドライバーをナビゲートする子ドライバーの日本語音声など様々な要素が追加されています。これ読んだ気がするな、去年。で、伝説の名車名ラリー収録、世界を熱狂させたラリーの歴史を味わう50周年記念タイトル、世界ラリー選手権50周年を飾る記念タイトルとなる本作では、ラリーファンの記憶に残る名車を全20台収録、 DLC を含む。もちろん世界を熱狂させた、スバルインプレッサー、WRC1997、 トヨタ、セリカ GTA1993、トヨタ、カローラ1999などの日本車製でも含みます。さらに新たに、というか日本語でカタカナとかで書いてくれよ。さらに新たに収録された50周年記念モードでは、1973年アクロポリスラリーギリシャや、1993年、サファリラリー、ケニアなど、ラリーの歴史を語る上で欠かせない伝説のレースに、参加可能。50年にわたるラリーの歴史を丸ごと味わえるラリーファン待望のメモリアルタイトルとなっています。というか、僕、そういえば、やったな、ゲーマーさんのね、連載の方で、プレイしたんだよね、確か。こっちやったんだよな、WRC。手のプレイしてるな。あれ PS4 版で。うん。そんな気がします、してきました。じゃなくて、して、そうなんだよ。50周年のやつが。多分ね、アンロックしていかないといけないんですよ、50周年のやつね。だけど、頭のレース勝てないから先進めなかったんですよ。まあまあいいや。で、11年ぶりに、国内開催されるラリージャパンをはじめ、白熱の2021年シーズンを
完全収録。これも残念ながら、あの、日本のラリージャパンは収録してるんだけど、予定はされてたんだけども、11月11日の開催よりも早く収録されてたんだけど、あの、中止になってしまったんですよ。今回のね、コロナで。ということなので、あの、実際にはなかったラリーが、あの、体験できます。はい。で、日本語音声とこうドライバーモードで2人で走る新しい、遊びを提案します、急カーブや危険な路面などを助手席からドライバーに伝えてナビゲートするこうドライバーの音声を日本語化、刻々と変化するサーキットの状況を耳から入る情報で判断しながら走るラリー特有の走行が日本語音声でより遊びやすくなりました。さらにドライバーとコドライバーに分かれ、各プレイヤーと協力してレースに挑むオンラインモード、コドライバーモードも搭載。2人が協力してサーキットを走破するラリー本来の楽しさを味わえるゲームとなっています。と書いてあるんですけども、この下ね、スイッチ版のオンライン機能はアップデートにて実装予定となりますとなっているので、あの、発売、買った時に入ってるかどうかは分かんないけど、少なくとも、そのスノーカートリッジの方には入ってないということが、まあ、ここでわかるかなというふうに思います。はい。という、これはペースノートか、これはいい。ということで、一応こんな感じでね、プロダクトインフォメーションということで、まあ、パッケージ並んでるから、まあ、同じ絵柄ですね、っていうのはわかるんだけど、で、タイトルが WRC10、FIA 世界ラリー選手権。発売日が、スイッチ版は2022年4月21日で希望小売価格が PSO、 あ、違う、これスイッチ版が5200円だから PS4、PS5 版は6800円に対してスイッチ版5200円税別ってことは5720円かという税込みになります。あれ PS4、PS5 版もこれも税別なのかな。まあまあいいやだからまあとりあえず両方とも税別で合ってるとしたら、まあだいたい1600円ぐらいの差があって、スイッチ版が安いってことだけは分かったんだけども、ただ、まあ、その下ね、まあ、ジャンルラリーレーシングはいいとして、プレイ人数、オフラインに1から2人、オンライン最大8人で、スイッチ版のオンライン機能はアップデートにて実装となりますとなるってことは、差はないってことだよね。実際買ってオンラインでこう、ダウンロードすればね。ということなのかな。ということらしいですね。はい。ということは、まあ多分 PS4 とか PS5 の方が画面綺麗とかいうことはありそうですけども、ただ、なんだろうな、そんなに、こう、べらぼうに差が出ないとは思うんですよね。まあ、僕はほら、あんまりもうね、視力もよろしくないしね。PS5 でこう、もうないしね。だから、まあ、スイッチ版でもいいのかなっていう感じはしたんですけども、まあ、僕はあの実は記事書くときに PS4 版ダウンロード版をねお借りしててプレイはしてるんで、まあちょっとそのプレイ体験からすると、とりあえずスイッチすぐ買うってことはないかな。うん。でもなんか思ったのがやっぱりこう、まあ値段の差と多分ビジュアル的な差がまんまなのかなっていうような予感がするので、スイッチしか持ってない人はこれ買うっていう選択肢は全然ありのような気がします。結構面白かったですよ。ただあのやっぱり難しい僕みたいなね、ちょっとこうあの乱暴なねレースを許容してくれる、あの結構こう補助機能の入っているようなレースゲームに慣れてる人からすると難しいけど、まあ、車本格的にやるね、リアル思考の人からすると遊びやすいゲームだと思います。はい。ということで、この動画が役に立った方はグッチの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。